はい、どうも皆さん、こんにちは。大谷翔平チャンネル、YouTube へようこそ。はい、ストライク！ということでね、もう全然アウトですけども、今回もお届けしたいと思います。私、橋田剛は橋田剛って言っちゃいましたね。に、定期的に質問を投げかけてみようのコーナーをやってみたいと思います。はい、何でもかんでも投げかけて、考える暇もなくバシバシ答えてて、本音を言う、本当のことを言うっていう、ことをしていきたいと思います。で、もっとね、詰めた、なんかこと、激しめの質問をね、今回はいただいてるので、それを僕が暗記してるので、それを自分で質問して自分で答えるっていうね、コーナーをやってみたいと思います。ということでね、皆さんに受けがいいか悪いかは知ったこっちゃありません。はい、ってことで大谷翔平いきます。ということで、まず第一の質問いきます。その車はいつも撮影してるところは、どういったことでそうなってるんでしょうか。ここに住んでます、私は。車でね、車中泊してますってことですが、車種は何ですか。ロールスロイスですね。はい、内装をね、日本の普通の乗用車風にしてくれってことで、ちょっと外装はね、映せてないですね。これで映せてないんですけど、ロールスロイスです。はい。価格は、1億8000万ぐらいですね、大体。45年ローンで買っております。はい。ってことで、今、なんか、好きな飲み物、はい。これ、ローソンのコーヒーです。はい。これが15杯目になります、今。おすすめです。はい。で、店員がね、もし見てない時だったらね、勝手に入れてね、こう、何杯でもお借りできるって、それはダメだよ。やっちゃダメ、それはダメ。ダメ、絶対ダメ。はい。で、今、彼女はいますか？はい、います。45人いますね。はい。広瀬涼子、相川七瀬、ガオ。ガオ古いな。ガオは古いな。マイリトルラバーのボーカルの人でしょ。で、全部ね、僕のセフレです。はい。大体ミュージシャンが多いです。マジでぶん殴られたい5秒前。はい。ってことで、次の質問行きましょうか。好きな食べ物は何ですか？キャビアの、カップラーメン。僕はね、キャビアのカップラーメンをよく食べております。チリトマトに入れてね、食べるとね、ふやけて、なかなか美味しいんですけども。皆さんもぜひ、お試しあれ。7000ぐらいします。大体1個の缶詰。でも全然美味しいんで、あれです。はい。今、資産はどのぐらいありますか？8兆円ぐらいありますね。なんで使うことがあんまりないんで、全部ビットコインにも。だから僕がビットコイン買うと、ビットコインの価格がぐっと上がるんですよね。普段は友達と遊んだりするんですが、友達はいません。4人しかいないです。スティーブ・ジョブズでしょ？イーロン・マスクと、あと、マーク・ザッカーバーグ、ひろゆきですね。みんな性格悪いですね、あいつら。もしあれ出したら、一緒にぶん殴り合いの映像をね、撮って送りたいと思います。好きな音楽は何ですか？あ、そうですね。さっきも言った通り、相川七瀬が好きかな。相川七瀬とリンドバーグ。リンドバーグと、あとは、Do Us Infinity ですね。Do Us Infinity。発音よく言った方が、多分本人たちも喜ぶと思う。あとは、好きな洋服のブランド、なんだろうな。まあ、ドルチェ&ガッパーナか、アナップ。アナップが僕は、ギャルっぽい服が好きなんで、女性で言うとアナップ。で、メンズで言ったら、そうですね。ディーゼル。あ、ガソリンじゃないよ。はい。家族は何人いますか？家族は、僕のとこはアフリカンスタイルなんで、8000人ぐらいいますね。その1個の敷地の中に8000人ぐらいいて、パッツパツよ、もう。川の字っていうかね、もうすごいよ。アディダスだもんね。いや、あんまり変わんない、3本線は。ってことで、次、来てると思います。この視聴者さん、見てる方でコメントを入れてからするときに、もしアンチのコメントが来たらどうしますか？ああ、いい質問、いいね。いい質問。ちょっと待ってください。お茶するんで。いい質問来ました。そいつの自宅を探偵ね、更新所を雇って追求するでしょ。で、その彼女自身には、そのまんまにはいかないです。だからもう、だから学校行ってたりとか、あるわけでしょ？そのエリアに対して全部うんちばらまく。うんちばらまくは私の。すごいことになっちゃう。もうスカトロマイクロフォンアンダーグラウンドだね、それは。もう全員に失礼なこと言っちゃいました。はい。全部嘘です。ではないです。はい。違いますね。好きなコンビニはどこですか？僕はポプラです。弁当で自分でご飯をよそえるってことがいいかなと思います。あとは、カメラがあんまりついてないところがあるんで、万引きがしやすいってことですね。やめろ。チャンネル登録者が5人減りました。よろしくどうぞ。はい。はい。ってことで、今昼間の風景でやってるんですけど、夜に撮ったりはしないですか？はい。そう、夜はね、キャバクラに行くんですよ、僕は。みんなが好きかどうかわかんないですけど、キャバクラとかニュークラブとかね。あと、デリバリーヘルス、ピンクサロン、ピンサロとか、ソープランドとか、行きます。すごい。面白いですよね。一回も行ったことないから、本当はシステムとかわかんないんじゃないんです。そんなことないよ。俺はプレイボーイだから。プレイボーイだからね。もうさっきも言ったように、大谷翔平なんで、もうすごいよ。もうなんかあれば三振だから。ダメ、それじゃ。昔僕、ピッチャーやってたんですけど、ヤジが飛んできてうるさいと思って、系の方にバッターじゃなくて相手側のベンチのお母さんとか見に来てる、その人たちに向かってボール投げて、自分のチームの監督にぶん殴られました。この野郎ってことですね。髪の毛はハゲてますか？あ、そうですね、ハゲてるんですけど、マジックで塗ってます。マジックで塗って
その道端に落ちてるあの黒っぽいゴミとかを全部拾って頭にボンドでくっつけてやっております。うん、なので、ただで、あの、アデランススタイルですよね。これはおすすめです。はい。もしやり方あれだったら、YouTube にアップするんで、見てください。誰も見ない。うん。誰も見ない。あの、犬気風に言うと、ダーン！そうですよ。うん。いいよね。今ね、今いい。やっちまったぞです。はい。ということで、質問コーナーは、このぐらいにしたいと思いますね。プーハン、これが僕のね、ウルトラマンの時間じゃないんですけど、あの、素人の喋る時間は、これ以上見てるときつい、きついのよ。もう、それ以上喋るんじゃないってなるんで、ね。で、字幕もバンバンつけるでしょ、僕ね。あの、最近流行ってるから。これ、この手法誰かパクるやつ必ず出てくるから。もうすでにパクってるやつ知ってんだ、俺。本当に。後藤一発攻め込んだろ。うん。ということで、ファンに向けて最後、一言、女性の方のみ僕ん家に、出入り自由です。メンズの方はね、口座番号を教えるので、振り込みの方をよろしくお願いします。捕まっちゃう、捕まっちゃうよ。猪木風に言わせてもらいます。捕まっちゃうね。うんうん。ってことでね、全然生産性のない、幸福度も上がらない、くだらない、YouTube を僕は毎日発信して、YouTube の、データとかサーバーを重たくしております。ってことでチャンネル登録よろしくお願いします。また明日お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。翔平でした。ピース。ピース。